どうも。今回は残ったジャガイモでジャーマンポテトを作ります。あまり物って使い切るのが難しくて困ります。なるべく少量のものを選んで購入していますが、時間帯の都合上、少量版が売り切れてることが多いです。なので仕方なく通常包装のもので我慢したりしています。ただ、一人暮らしの脇には多すぎるのが現状。もうちょっと少量版の在庫を確保してほしいとささやかに望んでいます。無駄話をしてしまいましたが、切ったジャガイモは塩を振った後に500ワットの8分で加熱しています。加熱している間は玉ねぎとソーセージを切っておきます。本当はベーコンを買おうかと思いましたが、ソーセージで作ってるレシピもあったのでやめました。あ、終わったようですね。温めすぎました。熱々なので、竹串で確認するまでもないですね。ではいつものフライパンでニンニクから炒めていきます。香りが立ったら具材を一気に炒めます。油が馴染んだら塩コショウとコンソメで味を整えます。あとはしんなりするまで炒めれば完成です。できたのがこちら。まずはじゃがいもから。うん、うまい。ちゃんとホクホクで適度な塩気がありちょうどいいです。コンソメも偏りがなく均一にコーティングされています。そろそろ余り物を活用した料理を増やしたいですね。できれば動画映えするようなものにしたいですが、大体は卵でとじるか塩コショウで炒めるぐらいしか思いつかないんですよね。まだまだ道のりは長いようです。では、今回もご視聴ありがとうございました。